田尻さんに、質問があります。レスラー生活の中でいろいろな国で活躍されており、海外のレスリングスタイルは日本のとは正反対だと思いますが、そういった海外での経験があなたのレスリングの哲学にどのような影響を与えましたか？なんかレスリングのスタイルが正反対ってことはあんまり感じないんですけど、まあとりあえず外国に行ってですね、やっぱりこう何て言うかな、一人で戦っていかなきゃいけないって、それが基本じゃないかなっていうプロレスの、でそれは世界中どこ行っても共通してるもんだと思います。 ECW は WWE から、ECW は WWE からのファンはあなたをジャパニーズバズソーという狂気をもっと感じさせる選手として見ていますが、同じ姿をレッスル1で見ることもできますか？ あれもですね、やっぱり海外で一人で戦ってる上で発揮できたわパワーだったんじゃないかなと思って、だから今日本でそれができてるかというとできてないと思います僕は、はい、そういう姿を見ることは今後わからないですね、だから今でも一人で外国に行って試合するとそうなったなっていう感じはするんですよ自分で。プリス・デビッドさん、パックさん、ザック・セイバージュニアさんは日本で活躍し、これらの選手は現在世界でも活躍するイギリス出身のレスラーの代表になっています。彼らとは対戦もしくは日本に呼んでみたいと思いますか？いやなんか10年前なら戦ってみたかったかもしれないですけど、もう今やったらすごいみんな動くからもうとてもついていけないですね。もうやりたくないですね。やりたくないです。日本に、まあ、僕以外の相手として呼んでもらうのは全然来た方がいいなと思います。でもなんかファンの人見てみたいな。いやもういいですよ僕は。なるほど。レッスル1のレスリングキャンプに参加したいと思っている人たちにどのようなアドバイスをしますか？また参加したいと思っている人たちにはどのような特性や特質が必要とされますか？はい、これやっぱり外国の人に対してのメッセージなんですね。要はそうですね、はい、やっぱりさっき最初に言ったことを通ずると思うんですけど、やっぱあの外国に一人で行くと寂しいっていうのがきっとみんな出てくると思うんですけど、それを逆にですね、今俺は誰もやらないような一人で外国で生きるってすごいかっこいいことをやってるんだっていう、そしてその時は辛いかもしれないけど、いつかこの経験を数年後俺のかっこいい物語として本に書いたり語ったりみんなに広く伝えるんだって、そういうふうに心の中を何かスイッチしちゃえばですね、きっと頑張れると思うんですよ。それが僕外国から日本に来る人にメッセージを送りたいですね。そういう、田尻さん自身もやっぱ海外ではそういうような感じで過ごされたと。そうです。頑張ってこられた。そうです。現在日本のプロレスへの関心は欧米諸国において徐々に強くなってきています。レッスル1は今後欧米諸国の市場に進出する予定はありますか？僕に聞かれても分かんないですねこれ。会社に来てください。会社に来てください。田尻さん自身はこうレッスル1というのはこう世界にこれから今後海外に通用するような団体になっていくと思いますか？今のままだと一人一人のキャラクターがあまりにも薄いと思います僕は、外国でやるには、もう一度いきます。ファンが知らないであろう田尻について何か驚くような事実はありますか？というような質問が来てますけど、いやまあじゃあ僕その個人的な、実はハリのアーキュパンクチャーのクリニックをやっております。プロレスやりながらそれをやっております。それを日本で開業。日本で、はい、日本で開業、はい、それも海外に進出するような夢いつかまた海外に行きたいんですよ。でプロレスでやったことを今度はこのハリでやって、はい、またなんかいつかこの自分のかっこいい物語をみんなに広く面白くおかしく語りたいなってですね、そういう夢を今持っております。そんな感じです。